アロハ、カワイトのタミです。2021年最初の福田みどり先生とのウェブレイメイキングレッスンです。前回はオーキッド、デンファレ、オーキッドの種類のデンファレを使った、2種類の素敵なレイの作り方を教えていただいたんですけれども、デンファレの方はいろんな作り方があるということなので、今回もこちらのデンファレを使った例を教えていただきたいと思います。今回は、45個合計90個の、デンファレのお花を揃えました。どんな例ができるのかとっても楽しみです。まず用意してもらうのは、こちらのレイニードルで、レイスレッド、糸ですね。で、ハサミと、お水をこんな霧吹きに入れてあります。お花がね、時々乾いちゃうので、こうスプレーしてもらうのにあったら用意してください。で、スレッドもね、ニードルも両方ないわっていう人はインターネットでね、買うこともできると思うんですけれども、お家に毛糸があったら毛糸でも糸の代用はできます。で、こちらのニードルの方は、毛糸が通るぐらいのちょっと穴の大きい針で、ちょっと長めのがあったらそれでも代用できるので作ってみてください。ではみどり先生の方に教えてもらって、少しずつ皆さんに紹介したいと思います。お花の準備を説明していきます。デンファレのお花ね、こんな感じです。で、一番最初にこの真ん中のとんがってるところ、ここを後ろに引っ張って花びら取ってください。で、この取った花びらね、後で使うので、捨てないで取っておいてくださいね。そしたらこのダンボちゃんみたいな2つ丸く大きくなってるこちらの花びらも2つ取ります。で、これは今度は向きをくるっと変えて手前に引っ張ると簡単に取れます。そしたらこんな感じですね。下のこの部分だけを今日は使って作るそうです。なのでこんな形を50個作って準備したいと思います。ではもう一度やってみますね。あれかな、お花、ちょっと待ってください。形のいいのが、はい、ありました。こんな感じですね。最初に一番上のとんがってるところを手前に引っ張って取ります。そしたらこのひらひらのダンボちゃんみたいなね、これをくるっと向けて今度は手前に、で取ります。で、下向きだね。こんな形のを50個作ってください。で、取った花びらは、とんがってるのとこの丸い2つのと分けて取っておいてください。あとで別のものを作っていきます。では準備します。はい、準備は、このね、スレッド、糸を二重にして、で、ここ分かりますかね、引っ掛けます。で、一番先端のところにお花が抜けないようにタミーは用事でね、ここストッパー作りました。針とね、糸でやるときはその針穴に通して、1m10cm ぐらいかな、用意して長めにね、ちょっと長めにしてください。そしたらお花の通し方なんですけど、わかります？くるくるってこんな感じなんですけど、ちょっと説明しますね。準備した、おお準備したお花ごめんなさい準備したお花こんな感じでしたね。で、後ろ側ちょっとこういう風にね、羽みたいになって分け目があるんですけど、
このちょうど、分け目の下ぐらい、わかるかな、分け目の下ぐらいね、ここのところを刺してまっすぐ、まっすぐですよ、曲がらないようにまっすぐ上に刺していくと、ちょうどこのなんかポチって出てるところの後ろ側に出る、これでまっすぐなんで、ここを目印に刺してください。そして次々と刺していく方向は、前にもやりましたポエポエスタイルでね、時計の針と同じ3時、6時、9時、12時っていう風に刺していくと、こんな風にくるくるくるって回しても、ね、どこから見てもお花が見えるっていう感じ、お顔が見えるって感じの。覚えていますか？最初にこちらのとんがった花びらと丸い花びら2枚を外して、後でレイを作りますから取っておいてくださいねって言いましたよね。こちらを使ってできたレイを紹介したいと思います。丸い花びらだけを使って作るとこんな感じのふっくらした可愛いレイに仕上がります。そして先ほどのとんがったね、最初に撮ったとんがった花びらを使うって作るとこんな感じ、そう、2つのね花びらを合わせるとこんな感じに、可愛いですよね、ほら、例に仕上がります。ただ90個のデンファレのお花を使って作っても、外したものだとこれとこれしか出来上がらないので、こちらはね、ちょっとね、短すぎるので、ティーリーフでね、三つ編みを編んで両側につなげて、こんな感じの短い超花スタイルに仕上げていきたいと思います。で、作り方なんですけれども、この丸い葉っぱ、間違った、葉っぱじゃない、花びらです。丸い花びらを縦にこういう風にね、折ってもらって、
3分の1ぐらい、下から3分の1ぐらいのところに針を刺して、わかりますか、糸を通していきます。そしてポエポエスタイル、最初のね、デンファレの例を作った時は1,2,3,4 でしたよね。時計と同じって、3時、6時、9時、12時で、この場合は、もうね、花びらの大きさが小さいので5枚くるくるって刺していってください。それをこれだと10個ぐらいです、合わせたのね。で、こちらの方だと、3段ですね、3段。こちらが10段、こちらが3段ぐらいです。で、1段目から2段目に移るときは、その花びらを間に5枚入れるようにして、ね、それをこれだと3段重ねてください。そしてこの間の白いところ、わかりますか？これがこの最初に取った細い花びら、これを裏返すと白くなってるんですね。で、色のコントラストとしてはね、こう間に白いのが入った方が、ピンクのお花が目立って可愛いので、この花びらをくるっと白い方に向けて、今度は縦ではなく横に半分に折ります。わかりにくいかな、そう、こんな感じで、このやはり根元の、あんまり根元だとね、花が抜けちゃうので、このくらいの位置かなに刺してください。そして今回は3つです。1,2,3って、3 ベンツね、メルセデスのマーク、わかりますか、みたいに3つ、そう、刺して、そして今度その間にまた3つ刺してっていう感じで、ポイポイスタイルで刺していってください。で、これでちょうど5段ぐらいです。なので3,5,10,5,15枚もね、このここに15枚も花びらが入ってます。で、こんな感じで作ると可愛いですよね。これもとっても、ただ長さがね、これだけしかないので、やっぱり例にするにはちょっと短いので、これは今日は髪飾りにしたいと思います。今から髪飾りに仕上げて、こちらはティーリーフを編んでチョーカーに仕上げていきたいと思います。どんな風に仕上がるかお楽しみに。どうでしょう、チョーカー仕上がりました。ちょうどね、我が家の赤と緑がミックスしたようなね、ドラセナの葉っぱでバラを作ったのがあったので、それをちょっと両端にねつけて、その先にティーリーフで三つ編みをしたものをつなげてみました。素敵ですよね。じゃあこのチョーカーと先ほどの髪飾りをつけてみたいと思います。チョーカー完成しました。つけてみるとなかなかゴージャスじゃないですか。バラのね、2つのバラのポイントもいい感じです。で、髪飾りの方はこんな感じです。白い部分がね、やっぱりアクセントで、なんかお花が、蝶々が飛んでるみたいでいいですよね。お団子にして乗せてみました。外でね、動画を撮りたかったんですけど、シャワー降ってきちゃったので部屋の中で、すいません。こんな感じです。今回もとっても気に入りました。みどり先生、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ハワイの人たちはレイを作るのに、お花のね、花びらを外した部分を捨てないで取っておいて、こんな風にまたね、違うレイを作って利用するという、お花を無駄にしない、捨てちゃわないっていう、そういう思考がとても素敵ですよね。民は大好きです。こんな風に皆さんも楽しんでレイを作ってもらえたらいいなと思います。レイの動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。レイについて何かご質問がある方はコメント欄の方に書いてくださいね。
ちゃんとタミ返信します。では今日もアロハな一日を。 Have a good day.